こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、サロモンのビーチサンダルを紹介したいなと思います。従来のね、ビーチサンダルとはわけが違って全くのね、別物になります。サロモンの RX ブレイクサンダルを、購入した理由や履き心地、それに履くことによって得られる効果などをね、実際に使ってみたので、その点を紹介できたらいいなと思っております。まずはこのサロモンの RX ブレイクサンダルとは一体何なのか的なことと、購入した理由をね、まずお話ししていきたいなと思います。このサンダルはビーチサンダルの形をしていますが、ビーチサンダルではね、ありません。海やプールで使うことをね、想定しているサンダルではなくて、もちろん海やプールで使ってもね、全く問題ありません。じゃあどんな場面で履くのが最適なのかっていうことなんですけど、そもそもはこのサンダル、リカバリーサンダルとね、呼ばれているサンダルで、トレッキングやランニング、ジョギングとかトレイルランニングとかね、あとプロのランナーであったりが練習後やレース後など、足を酷使した後にこのサンダルを履いて足の疲労を回復するというね、そんな場面で履くためのサンダルなんですよ。で、何がすごいかって、この RX ブレイクサンダル、このシリーズはこのサンダルで、第4世代目になるんですけど、この RX シリーズは全米測病学医師協会というね、測病に関しての医療専門家組織の認証を受けているサンダルでもあって、その疲労回復効果っていうのはね、実証済みということなんですよね。簡単に言うと、専門医が集まる組織から、このサンダルは足にとっていいサンダルですよってね、太鼓判を押されたサンダルになるということです。形は同じですけど、やっぱりビーチサンダルとはね、全く別物になります。で、その素晴らしいサンダルをサロモンが作っているわけで、デザインもね、一切手抜きがありません。でプラス疲労回復が実証されているサンダルということで、もう履き心地がね、悪いわけがないじゃないですか。もうね、買わない理由を見つけることがね、できませんでした。ということでね、今回このサンダルを購入したわけです。購入してすぐは外で履かずに、数日間まずは室内で履いてから、外で履くことにしたんですけど、履いてびっくりです。そんなね、経緯で購入したサロモンの RX ブレイク 4.0 と呼んだらいいのかな、4かな、このサンダルの良さをね、紹介していけたらいいなと思っております。それでは最後までよろしくお願いいたします。一番不安だった部分であって、ビーチサンダルではね、よくありがちで、この部分がね、めちゃくちゃ痛くなるんですよね。相性が悪いサンダルだと、履いた瞬間痛いなってなってしまって、もう履かないみたいにね、なってしまうことも過去にはあったりもしたんですけど、もうこのサロモンの RX サンダル、全く痛くありません。そりゃそうですよね。リラックス、リカバリーしたいのに足にストレスをかかってしまっては、全くの逆効果極まりないですよね。肌に触れる部分全てがね、心地よくてね、当たり前なんですよ。もちろん長時間タウンユースで使っても、ピンポイントね、この部分が痛くなることはね、ありませんでした。かなり優秀だと思います。そしてね、
フィット感がね、また素晴らしいんですよね。まあ、なぜかというと、インソール部分は適度な弾力性がある素材でできているんですけど、このインソール部分からベルト部分までぐるっとね、一体になっているんですよね。立体構造になっているわけで、簡単に言うと足の形にくり抜いた感じになってるんですよね。で、足の形そのままに切り出したような裁断、もうね、フィットしないわけがありません。そしてソールですよ。このソールの厚さ、長時間履き続けてもね、全然平気でした。クッション性も抜群で、まあ、程よい硬さなので足への負担はね、ほとんどありません。もちろんね、濡れた場所では滑りにくくなっていて、文句のつけようはね、ないですよね。耐久性も期待できるので、まあ、来年再来年とね、また履き続けることができると思います。もう形こそはビーチサンダルとはね、よく言ってますが、もうね、スニーカーレベルです。いや、もうそれ以上かもしれませんね。もちろん濡れてしまっても平気で、まあ、ゲリラ豪雨に遭遇してしまっても全く焦らなくて大丈夫でしょう。むしろビーチサンダルとしての機能もね、もちろん十分すぎるぐらい果たしてくれるので、使い方の幅は広がる一方ですよね。で、デザインですよね。普段使いにも全く抵抗がないデザインで、むしろね、かっこいいと思います。シンプルなデザインで服はね、選びません。ジーンズやハーフパンツ、スラックスでもね、合わせられるので、まあ、気軽に履けると思います。またこのカラーですよ。この色がいいんですよね。僕が購入したカラーは濃いカーキと薄いカーキにブラックというね、ミリタリーな雰囲気が出てて素敵なんですよね。めちゃくちゃかっこいい。まさにね、男のサンダル的な感じですよね。この渋いカラーがね、購入の決め手の一つでもありました。一つだけ残念ポイントがあって、もう若干重いかなって、一番初め履いた時にちょっと重いなって思ったんですよね。まあ、一般的にビーチサンダルやスポーツサンダルの感覚でね、履いてしまうと重って思うかもしれません。まあ、僕はね、そうでした。まあ、でも、まあ、よくよく考えると、軽くてペラペラなサンダルを履くと逆に足が疲れるだけなので、このソールありきで、まあ、この重さなんでしょうとね、割り切りました。まあ、そもそもがリカバリーするためのサンダルなので、まあ、軽さはね、関係ありませんよね。まあ、慣れれば問題ない重さなので、まあ、今後困ることはないと思います。まあ、この重さだけがね、一つウィークポイントになってます。ということで、最後にサイズ感を紹介して、サロモンの RX ブレイクサンダルの紹介を終わりたいなと思います。僕の足のサイズですが、実寸が約26センチいくかな、いかないかなっていうくらいで、購入したサイズが 26.5 センチになります。まあ、これでね、ジャストサイズです。ぜひ参考にしてみてください。本日はサロモンが作る疲労回復用のリカバリーサンダル RX ブレイク 4.0 を紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。個人的な見解ですが、疲労回復の効果はね、分かりませんでした。ですが、一つだけ言えることがあって、このサンダルを履いていると足がね、暖かくなるんですよね。これはね、ちょっと不思議な感覚です。今までにない感覚でした。で、その暖かさが疲労回復につながっているんだと言われれば、まあ、そうなんでしょうけど、まあ、悲しいかな。僕のね、この鈍感な感覚ではね、もう何とも言えません。ですが、フィット感や履き心地に関してはね、文句ないレベルで、もう素晴らしいのね、一言です。室内履きにして、仕事が終わった後、一日の足の疲れをね、このサンダルで癒すっていう方法もね、いいかもしれませんね。僕も室内用にね、もう一足検討中でございます。普段履きはもちろん、オフィスやね、自宅で室内履き用に本当にね、いいと思います。おすすめです。ぜひ検討してみてください。本日は最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。
よろしければチャンネル登録や評価、コメントなどしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画で、さようなら。